ご紹介しましたが、その第2弾としてロングブーツバージョンをご紹介しようと思います、はいはい、どうですか2人とも。ロングブーツもやっぱり今年は気になるアイテムの一つなので楽しみです、うん、私もなんかやっぱ今年はミニ丈で絶対合わせたいなって思ってるので、どんなアイテムがランクインしてるのかとっても楽しみです。2人ともロングブーツ買いましたか。はい、私はまだ買えてなくて、でもちょっと一つ欲しいなと思ってるので、うん、迷ってますね、はい。さんは、はい、私もですね、今2つで迷ってるので、ちょっとこのランキングも見て決めたいなと思ってます。今年はね、ロングブーツかなり出てますし、はい、逆に迷っちゃうので、このね、人気ランキングをぜひ見て私たちも決めましょう。はい、はい、では早速いきます。イエーイ。人気ロングブーツランキングベスト5。イエーイ。では5位の発表ですね、はい、木村さんお願いします。はい、第5位は、じゃあこちらの王道のジョッキーブーツになっております。もう間違いないアイテムですよね。そうですね、うん、毎年少しずつデザインを変えながら出ているんですけれども、うん、今年はこのストレートなシルエットでありつつ、ちょっとだけ筒を絞っておりますので、さらにスッキリと履いていただけます。こちらのお素材がカーフっていうお素材になるんですけれども、ツヤ感がありますので、カジュアルながらも綺麗に上品に合わせていただけます。こちらジョッキーブーツはカジュアルに見えがちなんですけれども、ダイアナですとこういった立体的なベルト、ちょっと細めにお作りしております。つま先もスッキリ見えするお作りになっておりますので、こちらカジュアルすぎるという気になる方でも挑戦しやすいジョッキーブーツとなっております。こちらのジョッキーブーツは黒色セピア、あとはこちらのスパイシーブラウンというキャメルのお色ですね、こちらの3色でお作りしております。私の一押しカラーはこちらのキャメルになります。少し温かみのあるお色なので、ブラウンのお洋服と合わせたり、逆に今日みたいなちょっとシックなお色の差し色として合わせたいなと思います。続きまして第4位は、じゃん、こちらのストレッチロングブーツになります。こちらはですね、毎年大変ご好評いただいているシリーズのものになるんですけれども、今年はですね、ダブルソールの仕様となってブラッシュアップして登場しました。こちらのアイテムも名品ブーツになりましたよね。はい、はい、今年はですね、ボリュームソールになってより厚みを持たせたソールになっておりますので、今年らしいトレンド感あるシルエットで履いていただけます。こちらはですね、スタッフ人気も大変高い商品になっておりまして、綺麗めからカジュアルまで幅広いテイストで使っていただけるような一足になっております。またですね、店舗スタッフも1日履いてられるぐらい快適な履き心地のアイテムとなっております。そしてですね、この快適な履き心地を叶えているポイントがございますので、そちらもご紹介いたします。まずですね、こちらのつま先部分がこういったラウンドのつま先になってるんですけれども、ワイドめなつま先になってますので、履いていただいた際にですね、つま先の詰まり感がなくゆったりとお履きいただけます。こちらの筒周りはですね、合成比較ストレッチスムースを使用しているんですけれども、柔らかい足当たりとなっておりまして、ライニング部分に特徴ございますので、そちらをご紹介いたします。こちらのですね、ライニングはこのようなですね、サテンのストレッチ素材を使ってるんですけども、こちらがですね、触るととってもサラサラしてて、本当にこう足当たりが柔らかいです。なので、こんなにメタシルエットのものにはなるんですけれども、嫌な窮屈感とかがなく、程よく心地よくフィットしてくれるような履き心地になってます。私のおすすめカラーはこちらのアイボリーになります。アイボリーとかの柔らかい色だとちょっと膨張するの気になる方もいらっしゃると思うんですけども、こちらはしっかりとソール部分に黒が入っていることで印象を引き締めてくれるので、コーディネートに締まりが出て、こちらのカラーがとってもおすすめになっております。続いて第3位はこちらのロングブーツになります。もう本当にデザインがシンプルで、そうですね、シルエットの良さが際立ちますよね。はい、こちらすごくシンプルなブーツになりまして、飾りもないのでいろんな系統のお洋服と合わせられるかなと思います。こちらちょっとカジュアルなヒールの形ではあるんですけれども、シルエットをすっきり絞っておりますので、こちらも綺麗めなお洋服とも合わせていただきます。ちょっとつま先の部分が分かりやすいと思うんですが、あえてこういう縁を出しておりますので、こちらも今年らしいボリューム感を演出してくれます。お洋服とかもそのままミニ丈のボトムスで合わせても素敵ですし、あえてロングスカートから足元を見せていただいてもスッキリしているので、もたつかずに合わせていただけます。こちらお素材がヌバックというお素材なんですが、革の表面を起毛しておりますので、すごくしっとりマットなお素材となっております。
で黒色でもすごく濃く色を発色してくれるので遠くから見た時も足がキュッと締まって見えるのがポイントです。こちらのブーツは同じズンバックのお素材でグレーのお色もあるんですけれども、私のトレンドカラーのグレーコーデと合わせてちょっと外しアイテムとして使っていただいてもおすすめです。続きまして第2位はじゃん、こちらのスクエアトゥーロングブーツになります。こちらはですね、数年出してるアイテムになるんですけれども、本当に毎年大人気のアイテムになっております。リピーターさんとか何色もカラー持ってくださってる方とかも多いダイアナの愛されブーツとなっております。こちらはですね、いろんなアイテムに合わせていただけまして、トレンドのミニ丈からパンツインのスタイルまでしていただけるような万能アイテムになっております。こちらのヒール部分は6センチのヒールになるんですけれども、しっかりと太さを持たせたチャンキーヒールになっております。またですね、形自体もフレアな形状になっているので、とってもですね、シルエットが女性らしく履いていただけます。つま先部分もスクエアのつま先になるんですけども、ワイドすぎずに少しですね、細身なスクエアになっているので、あんまり重たさがあるような印象ではなく、すっきりと履いていただけます。またですね、こちらの直接お足に当たるライニングの部分は抗菌効果と消臭効果が兼ね備えたお素材使用しておりまして、通気性もとってもいいものになりますので、ロングブーツだとやっぱり胸とか気になる方いらっしゃると思うんですけれども、そういった面でもですね、とっても快適に履いていただけるような一足となっております。こちらは毎年大人気のアイテムになるんですけれども、今年は筒幅と筒回りを以前のものよりも細めにブラッシュアップして登場しましたので、より綺麗なシルエットで履いていただけます。ちなみに人気カラーは定番の黒になってるんですけれども、今年はですね、こちらのダークベージュとセピアのカラーも登場してまして、3色展開で販売をしております。どのカラーもね、本当にそれぞれ良さがありまして、定番の黒はもちろん万能に使えますし、セピアやダークベージュは黒とはまた違った雰囲気で楽しめて、よりおしゃれが楽しくなるようなカラーとなっております。さて、2位まで発表してきましたが、続いてはですね、いよいよ堂々の第1位の発表です。堂々の第1位は、じゃん!こちらのレザーフィットロングブーツになります。もう何回も YouTube で紹介しているんですけど、はい、また登場しましたね、はい、また登場しちゃいました、こちらのブーツは本当にお客様にもダイアナスタッフにも大人気の美脚見えロングブーツとなっております。こちらのブーツは履いていただくだけで美脚見えからスタイルアップまで叶うようなアイテムとなっております。ダイアナのこだわりをたくさん詰め込んだロングブーツとなっておりまして、なんといってもこの甲の立ち上がりのラインがとっても綺麗なブーツとなっております。クリンピングという技術を使用しておりますので、甲の早い段階から綺麗に立ち上がってくれるようなシルエットとなっております。またですね、足首部分がこのようにキュッと絞ったようなシルエットになっておりまして、ふくらはぎにかけての流れるような曲線がとっても女性らしく履いていただけます。ヒールにはこのような9センチ台のヒールになっているんですけれども、セットバックヒールという仕様になっておりますので、履いた時の立ち姿もですね、ピンと美しく見せてくれるような仕様になっております。そしてですね、こちら見えますでしょうか、この履き口部分はつまみという仕様になっておりまして、履いていただいた時の履き口周りが余分な隙間なくぴったりとお足に沿ってくれるようなシルエットになってます。またですね、こちらのブーツはなんて言っても足当たりの柔らかさがとっても特徴的なんですけども、直接お足に当たるライニングというですね、こちらの裏地の部分にストレッチ素材を使用しております。ロングブーツだと肌に当たる面積が広いので、足当たり気になる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、本当にソフトな足当たりで嫌な窮屈感や蒸れ感がないような履き心地になっております。私がですね、今持っているお色はダークベージュのお色となっております。本当に柔らかな女性らしい雰囲気をより出してくれるようなカラーとなっております。履いていただくと抜け感も出ますし、普段フェミニン系のお洋服とかが多くて、ちょっと黒だとハードな印象になるのが心配な方にもとってもおすすめのカラーとなっております。ダイアナの愛されブーツになっております。もう一回言いますね。